みんな頑張れ。いらっしゃいませ、はい、どうぞレッドカーペットを見てください。レッドカーペットなんですか。はい、ご用意しております。では、いよいよよろしいでしょうか。いよいよ、はい、はい、では参ります。はい、どうぞ。いらっしゃいませ。待ち受けていたのは料理人。ここは日本ですか。戸端です。すっごいところですね。今日はようこそ、あの戸端区のテルズ市へ。テルズ市、はい、実はここ都会のクラブでも何でもなくお寿司屋さん。店を構えるのは福岡県北九州市戸端区。製鉄所や工場が多く観光客があまり来ない土地なんですが、お店には連日国内外から多くのお客さんが訪れています。人気の秘密は3代目を務める渡辺さんの新しいお寿司のスタイルにあるんです。一体どんな？テル寿司が初めて考えたうなぎバーガーっていう。うなぎバーガー？そう、yes、バーガー。え？ちょっと待って、そんなんで切るんですか？取り出したのは刀のように大きな包丁。わかりやすいじゃないですか、こんなでかい包丁で切った方が。これはこのシャリ自体は何なの？シャリは酒粕酢ですね。へー、これがうなぎば。どうぞ。ちょっとさ、どうぞって何ですか？だからどうぞって。どうぞ。そうそう、あらありがとう。そう、これうなぎバーガー。うなぎでお寿司で挟んできて、でも海苔とシャリがお寿司のイメージをどんどん出してくれますよ。で、こんなあったかいお寿司なんてないじゃないですか。ないですね。だからもう熱々を心がけてますんで。おいしい。ありがとうございます。僕寿司エクスペリエンスっていう。寿司エクスペリエンス、体験じゃないですか結局。はい、あのレッドカーペットを歩いてあのドアを開けた時に、新しい日本中どこにでもないような寿司屋が、それもちろん美味しいのは当たり前なんですけども、例えば照明、それからパフォーマンスって言ったらおかしいんですけど、エンターテインメント、そういう、これはそうですよね、エンターテインメントで。他にはドゥーンの寿司エクスペリエンスが。これも用意してるんで、ちょっと食え、すごい。ああもうこれ食え、嬉しい。北九州産の高級魚クエを丸ごと見せたり、さらに3、2、1、オン。そして毎回のようにどうぞ、この決め顔。何回でも来て同じポーズなんですけど撮っちゃうっていうのが、はい、とにかく楽しいですね。斬新なお寿司体験を楽しめるコースは1人前38,500円から。しかし先代までのテル寿司は1人前1,000円ほどの庶民的なお店でした。劇的変化の理由は、まるでショーのように五感で楽しめるお寿司屋さん、てる寿司。北九州市戸畑区という観光客があまり来ない町に国内外から多くのお客さんが。今でこそ1人前38,500円の高級店ですが、渡辺さんがお店を継ぐまでは1人前1,000円ほどの庶民的なお店でした。劇的変化の理由は、寿司屋にはなりたくなかったですね。それはなぜですか？
戸端で何も知らなかった寿司屋の息子が、はい、東京の寿司を知る、そうなりたいって思った時に今やってることが全然違うわけですよ。きっかけはどこにあったんですか。まあ、お客様が来なかったんですね。戸端のお店に世界中から呼ぶって考えた時に、それは来ないですよ。それは来ないんですよ、はい、だからこそこのスタイルを始めたんですよね。そこで考えついたのが見せ方にこだわった今のスタイル。現在SNS を通して世界から認められ、海外のイベントに招待されたり、サウジアラビアに出展したり、活躍の場を広げています。大きな都市だったら絶対このやり方やってないですね。僕も、僕の愛した町戸端だからこそ、はい、やっぱり、このスタイルなのかなと思って。やっぱり地方でもね、ローカルな街でもやり方次第ではやっぱり、ね、はい、この戸端で握り続けるっていうのはもう変えないですよね。だからやっぱあり続けたいですよね、この場所に。でこの場所に来てもらいたいですよね。